なんと私はですね、イコノイジョイの帰りそのまま一泊して山梨に滞在してたんですけど、その時の帰りにね、桃を一箱購入したんですね。あと、またすいません、聞こえますか？あ、聞こえた。そう、イコノイジョイに山梨イコノイジョイの時に一泊して山梨にいたんですね、そのまま。でその時に桃を買ったんです、一箱で。私は桃といったら結構トロトロだったんですね。でそしたらですね、なんとシャッキシャキって感じの桃がだったんですね。で桃がシャキシャキだったんですって鈴涼さんにご相談させていただいたんです、さっきラジオの際に。そしたら山梨の桃はシャキシャキなんですって。本当にすごい。だからいくら熟成させてもシャキシャキのままだよって教えてくださいました。勉強になりました。ずっと桃を放置してました。そう、山梨の方は桃といったらシャキシャキらしいですね。ラジオアイニュースさん大好きですシンゲン餅屋さんも行きましたよ。洋梨好きですよ。あの、ももきゅん先輩、あの昨日ももきゅんさんが配信してくださってた時に、あの私の君夢の 2A のモノマネというか、あの歌い方の真似をしてくださってたみたいで、もう本当に嬉しかったです。その時リアルタイムで見れなかったんですけど、そのお話をファンの方に教えていただいて、もうすぐに配信を見に行ったんですけど、話そのところはねリアルタイムできなかったんですけど、本当にもうそれ車に乗ってたんですね、家族で。そしたらツイッターを見ていたらファンの方に、今あのももきゅん先輩が真似してくださってますよって教えてくださって、もうすぐに私の父と母に見せて、ま、あの私のパート歌ってくださってるって言ったら、父と母が感動してました。もうびっくりしました、本当に。あの私がつい癖でなる歌い方も解説してくださってて、もう自分じゃ気づけなかったその歌い方の癖とかも、あの解説してくださってて本当に感動しました。もう本当にありがとうございます。まず私たちの曲を聴いてくださってるだけでも嬉しいのに、そうやって歌詞をあの覚えて歌ってくださってることが本当に嬉しいです。お写真も投稿してくださって本当にありがとうございます。お写真撮ってくださるのも本当に嬉しかったです。そうなんですか、私のもの、私の真似。
今日リコとおデートしてきました。私はですね、私は外にとあの友達じゃないメンバーと遊びに行ったりとか本当にしないんですけど、たまにね一番多くてアリスとよく行くんですけど、で最近は本当に誰ともあんまり行けてなくて、そしてですねついに今日リコとおデートしてきました。このリコ珍しい。珍しいですか？私本当に結構一緒に行動してますよ。もうリコはめちゃくちゃ優しいので、もう本当に優しいんですよ。アンリさんありがとうございます。話めっちゃ合います。優しいし面白いし最高です。そうリコが先に待っててくれて、私がヤッホーっていう方だったんですけど、めっちゃ可愛いと可愛い子いると思ったリコでした。本当ですか？珍しいですか？うそー。本当に花火行きたいねって今日も話してました。確かに。イコノイジミュージアムありがとうございます。嬉しいです。花火ね行きたいんですけど、もし今8月でもやってるところあったら教えていただきたいです。なんか言おうと思って忘れちゃった。思い出しません。あ、私おそ松さんが好きなんですけど、今映画やってるじゃないですか。で調べてたんですけど、なんとパジャマ上映会というとんでも最強イベントを開催していたんですね。いやこれほんとすごいですよっていうことなんですけど、まあ、ドレスコードパジャマって書いてあって、うわーこれはやばいですよーと思ってたんですけど、そう、まあ自分がパジャマと思ったらパジャマでいいみたいな感じなんですよね。いやちょっと行きたいですね。でもね、7月21日からもう上映してるということで、もうだいぶはいもう経ってしまってるということなんですよ。あ、長岡花火、なんかファンの方が送ってくださったか。もう感動しました。もう写真でも感動するので、ね、花火に今年行ってらっしゃる方はもうぜひぜひ本当にお願いします。私に早急に送ってください。おそ松さんの私はですね、だれ松さんっていうはっきりなあれはないんですけど、もう家族全員大好きで、もう何周も何周もしてましたね。姉が本当に最強に大好きで、その影響で私もお話は見てたんですよ。お話が面白くて見てたので、今回映画ということでもう本当にもう最高です。もう予告の時点で私泣いてましたね。もうまあ、多分泣くものじゃないんですよあれは、予告ね。はい、でもなんか泣いてました本当に。
おそ松さんが最初にしてた。どんぐらいだろう。おそ松くんじゃなくておそ松さんですか。あら、本当ですか。ありがとうございます。初めてくれ、ありがとうございます。あら、月刊エンタメさんですかね、ありがとうございます。そう、ファーストコンサート、今日もですね、アイニュースのメンバーとファーストコンの話をずっとしてました。ツイッター流れてきて、あら、ありがとうございます。嬉しいです。肌綺麗すぎる。いえいえ、もう光でバチコーンと飛ばしていただいておりますよ。USJ 一回だけ行ったことあります。です、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。 USJ のカチューシャはですね、スヌーピーくんでした。他に何かアニメ見てる？見てはいるんですけど、やっぱめっちゃ大好きなのは、いや、私オットタクシーとオットタクシーはもう何週も見た。本当にそんぐらいです。タクシー私大好きなんですよ。月刊エンタメカット、ありがとうございます。東京イベントで見たことありますよ。もう本当にマイカさん、本当にもうその時リコと一緒にいたんですよ。ツイートが出た時にもう感動して、もう二人でうっ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 うとっても楽しみにしております。オットタクシーぜひ見てください。本当にでもなんかネタバレとか予告とかあらすじとか絶対見ないでください。もう何も知らない状態でオットタクシーを見ていただきたいです。イコノシェ好きなにも、ありがとうございます。いや本当、まずミュージカルをするだけでも本当に私の中で結構びっくりなんですけど、マイカさんということで本当にとっても楽しみにしております。月が綺麗ですね。あ、今日思いました。チャリ漕いでたんですよ、さっき。そしたら月が綺麗でしょなという感じでチャリをギコギコ。歌バース当たってありがとうございます。
はい、夏休みです。いや本当にありがたいです。8月たくさんライブに出演させていただけるの嬉しいです。いや課題昨日初めて開きました。もう本当に感動なんですが、なんか提出しないといけない期限が終わって宿題が4つほど発見という方なんですが、まだ待ってます。黙っておこうと思います。そろそろ先生から連絡が来そうでしゅ。今日は食べました。さっき食べました。ニアゼミでかわいい、ありがとうございます。ぜひあの他のメンバーすごいたくさん魅力的なっていうとこありました。私が紹介させていただきますので言ってくださったら嬉しいです。マスカットアイスなんぞもの。すいません、どっからループしてましたか。どっからループしてましたか。すいません。すいません。アイスの下り、もうだいぶ聞こえてないですね。アイス今日は食べました。はい、次、ニアジュみんな可愛くて気になってますというコメントに返答させていただきました。それはき素敵なメンバーさん、メンバーがたくさんいるので気になるメンバーがいたら声をかけてください。私が説明します。これで追いつきました。みつきお姉さん、みつきお姉さんはですね、もう本当にちっちゃいお顔です。そして面白い。私がくだらないことを話しても全部笑ってくれます。嬉しい、嬉しいです。そしてなんとターンがめっちゃ綺麗です。グラララーンと綺麗なターンを回るので、ぜひ皆様ターンを見てほしいです。そうで細いです。本当にね、めっちゃ正確にダンスをするので、もう大体私は美月に聞いたら正解が返ってきます。ジュリーはもう本当に出会って人生、私の人生が変わったランキングベスト5に入ります。ジュリー本当にすごい。もうジュリーはもうどんな時でも元気なので、もう本当に私が元気出ます。なんか普通の子だったら結構落ち込んじゃうようなことがあっても、こうジュリーは周りを明るくするために絶対自分はこう落ち込まないかったり、元気に頑張るところが本当に素敵だなって思います。村山さんはですね、村山さんはもう本当にもう神です。本当にてかもう優しいんですよ。本当に何でも完璧にするので、結構みんな優香ちゃんに頼るんですけど、優香ちゃん優しいので、私が言ったらなんか私が言ってもってすごい謙虚にこう生きてくれてるんですけど、もうそんなね謙虚に
過ごさなくてももう優香もう生きてるだけで偉いんですよって本当にでも本当にストイックなんですよ。本当にストイックなので、その食生活とか他のいろんな練習とか発言一つもすごくね、いろんなことを考えてくれているので、優香は生きてるだけで偉い、優香はいいです。ちょっと待ってください。とんでもなく動きがガク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 してます。55分にランキング回していただきたいと思います。え、ももかと私の、あの本当にももかと私の喋り方が似てる、ずっと私似てると思ってて、一番もう会話のテンポ感とかもうももかと波長が合いすぎてどん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 っていうスピード感でももかと会話が進むんですよ。なんですよ。でもね、皆さんもっと私ともか喋りが似てることに気づいてください。やばい、動きがもう1時ぐらい、2時1時ぐらいですよこれ。1時とかも問題ですよ。私が気になってくださってるんですか。もうなんてそんな物好きで優しい方がいらっしゃるんですか。でも私もういいとこ全然ないですよ。16歳です。和菓子が好きです。毎月その季節ごとの和菓子を食べています。ステージライブをさせていただくことが好きです。あと皆さんのことが好きです。ちょっとダメです、もう動きがガクガクですちょっと動きがガクガクです。動きがガクガクです。どうしよう。ちょっとランキング増していただきますね。ちょっとダメだ、助けて。では13位の方からいきますね。13位、さやまさんありがとうございます。12位マキティンさんありがとうございます。11位高橋聖太さんありがとうございます。10位ゆちさんありがとうございます。9位デルタちゃんさんありがとうございます。8位コノミンさんありがとうございます。7位シラリンさんありがとうございます。6位アマルルガさんありがとうございます。5位アンリさんありがとうございます。4位お腹ポンポンファットジェイさんありがとうございます。3位ヤンヤンさんありがとうございます。2位カプリコンさんありがとうございます。1位はビクトルさんありがとうございます。今呼びできなかった方もいきなり配信してくださったにもかかわらず見てくださってありがとうございます。夏休み期間中ということで私は有意義な日々を送っておりますので、今後とも配信頑張っていきたいと思います。アイニュース聞いてくださった方本当にありがとうございます。コメントもたくさん送ってくださってありがとうございます。全部見させていただきました。アイニュースさん大好きなのでね、また出演させていただけた機会いただけるように頑張りたいと思います。今週末のティフお会いできる方を楽しみにしてますよ。ありがとう、月間エンタメ買ってくださった方もありがとうございます。ではまたすぐお会いしましょうね。ありがとうございました。